初代グランビル伯爵、グランビルルーソンゴアは、イギリスの貴族、外交官、政治家、バスクンショー賞内とグランドクロス君爵氏、数密顧問官、在ロシア大使や在フランス大使を務めた。1786年から1814年までは、グランビルルーゴア卿の儀礼称号を称し、1814年に、初代グランビル死爵、1833年に、 初代グランビル伯爵となった。第2代、ゴア伯爵、グランビルルーソン・ゴアと、その3人目の妻であるスザンナの間に罰子として生まれる。母親のスザンナは、第6代、ギャロウェイ伯爵、アレグザンダー・スチュアートの娘。イフ系に、ゴア伯爵、スタッフォード公爵を継承し、オックスフォード大学、クライスト・チャーチで教育を受け、1799年に、 民法学博士号を授与される。1795年から1799年まで、スタッフ,フォードシャー州リッチフィールド選挙区選出の1800年、首相のウィリアム・ピットによって、ジョン・トマス・タウンゼンドの公認の大倉教委員へ、任じられる。1804年に、数密顧問官に劣せられた。1804年から1806年、 および1807年にはロシア、帝国中札イギリス特命全権大使として、サンクトペテルブルクへ赴任した。1809年、第三代ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクの第二次内閣に、陸軍教として入閣。首相スペンサー・パーシュバルを1812年に暗殺した、ジョン・ベリンガムが本来標的にしていたのは、ルーゴアであった。 ロシアとの貿易ブローカーをしていたベリンガムは、自身の事業が失敗した恨みを前、ロシア大使のルゴアに向けていたためである。1815年、カウンティ・オブ・スタッフォードにおける、ストーン・パークのグランビル施釈に上された。1823年に、ネーデルラント連合王国中殺イギリス特命、全権大使として、デンハーグへ赴任。1824年には、友人でもあった。 外務大臣、ジョージ・カニングによって、フランス王国中札イギリス特命全権大使に、任じられ1828年までパリに派遣される。1830年に首相となった第二代、グレー伯爵チャールズ・グレーは彼を在フランス大使に、再任した。1835年に帰国するも同年に、再び大使を拝命し、第二代メルバーン主爵。 ウィリアム・ラムが退陣する1841年まで、勤めた。この間1825年に、バスクン賞内とグランドクロスクン尺を授けられ、1833年には、カウンティ・オブ・スタッフォードにおける、ストーンのルーソン男尺及び、グランウィル伯尺に除されている。1846年1月8日に、ロンドン・メイ・フェアのブルートン・ストリートで死去し、 スタッフ,フォードシャーシューストーンに葬られた。16万ポンドの遺産を残した。トマス・フィリップスが描いたグランビル夫妻と家族。ただし、第一子は娘なのに描かれた最年長の子供が男であるなど、性別や年齢に矛盾がある。ルーソン・ゴアは1809年12月24日に、第五代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュの娘で、 あるレディ・ハリエット・キャベンディッシュとミドルセックス州知事区で結婚した。彼女との間に三男事情を設けた。また彼は初代スペンサー伯爵、ジョン・スペンサーの娘で、第三代ベスボロー伯爵、フレデリック・ポンソン・ビー夫人のヘンリエッタ・フランセスと不倫関係にあった。彼女との間に二人の諸子が生まれている。ありがとうございます。